今日熱中症とみられる症状で救急搬送された人の数は、愛知県で22人、岐阜県で9人、三重県で7人でした。このうち、愛知県岡崎市では、中学2年の男子生徒が路上でうずくまっているところを近所の人が見つけ、消防に通報。熱中症とみられる症状で救急搬送されましたが、症状は軽いということです。